こんにちは。今回はですね、SDGs についてお話したいと思います。まあ、お話ししたいと思いますと申し上げてもですね、私も本当にあんまりちゃんときちんと理解できてないと思いますけど、こういった紙見たことありますかね、SDGs のね。最近これちょっと有名になってまして、経営者勉強会でもですね、これの勉強をちょっとさせていただきまして、まあ、それでもってちょっと私もいろいろと勉強させていただいた次第なんですけど、なんか聞くところによると今学校の夏休みの宿題とかでも出てるぐらい、学校教育でも盛んに教えられてることみたいですので、でこの、2030年に向けて世界が合意した持続可能な開発目標っていうのが、この SDGs の、まあ、基本的な意味合いらしいですね。で、17項目にわたってですね、いろいろとこういうふうにしていきましょうって書いてるんですけど、まあ、これ世界全体の話をしてますから、まあ、例えばですね、一番の貧困をなくそうとかいうのもですね、日本人の感覚で考えるとですね、日本人のすごく貧しい方を考えてるんですけど、この SDGs でいうところの一番の貧困をなくそうは、明日餓死するかもしれない人とか、アフリカのちょっと大変な暮らしされてる方とかね、だからそういう方の話が中心になってて、まあ、これの詳細の説明の別の文献とかもあるんですけど、それ読んだら分かりますけど、ちょっと日本人の常識からはかけ離れてるような内容だったりしますから、まあ、そういったことをきちんとお読みになってですね、自分が手をなんか差し伸べれるものはどれかあるのかというのを、まあ、探していっていただいたらなと、こう思うわけなんですけども、ただ会社の経営者としてはちょっとありがたい面が一つあってですね、こういった国連レベルでですね、取り組みますよっていうのが分かってるってことは、世の中これに書いてることに逆行することはもうないってことも意味してますので、だからその経営指標、その経営指針としてですね、こういうふうに持っていこうって考える参考資料としては非常にありがたい面があるんですね。まあ、例えば私はこれ SDGs 拝見させていただいてですね、8番 の、 働きがいも経済成長もとか、その辺にちょっと寄与したいなと考えてるんですけど、まあ、私個人はですね、まあ、非常に子供の頃から正義のヒーロー好きでしたから、テッカマンって分かりますかね、ごめんなさい知りませんかね、宇宙の騎士テッカマン、まあ、別にそんな PR をしたかったわけじゃないですけど、16番のですね、平和と公正を全ての人にとか、もうこういうの私本当大好きですから、なのでこういうのにもちょっと寄与したいなと考えたり、まあ、してるわけなんですけども、まあ、実際どうやった形で社会に貢献していくのかっていうのはきちんと企業同士が考えていかないといけなくてですね、まあ、例えばそのうちの細かい、日本政府が出している方針ですねの一つにあるのが、女性の働く場をきちんと提供しよう的な、ごめんなさい文章が正確じゃないと思いますけど、そういうのがあると思うんですけど、で日本政府が方針を打ち出しているということは、今時、女性の働く方を未だに軽視する経営方針をしていると、社会に取り残されますよというのをこれ意味してますから、なのでやっぱりこれ取り込まないとダメなんだなって改めて気づかされる、いい何ていうか指標になっていると思いますので、まあ先ほど申し上げた通り、貧困をなくそうとかは本当に困ってる世界、地球上の困ってる地域の話だったりするので、日本人の方が取り組むには、まあ、ちょっとハードル高いなという気はするので、その17個ある項目の中からこのご自身ができることですねを、まあ、ぶっちゃけ最初一つでいいと思いますから、何か取り込まれてはどうかなと思いましてですね、でこれ中小企業の勉強会でも中小企業の社長さんがご存じない方はすごく、私も勉強会参加するまで知らんかったですから、ものすごく多かったんですけども、これからちょっといいとこの学校だと小学校の宿題で出るみたいですから、これ夏休みの、まあ、そうでなくても中学校高校とかの課題でこの SDGs の研究とかがあるみたいですの で、 でそういった子たちがやがて大人になって入社してきますから、これどちらかというと中小企業の社長さんに申し上げてますけど、SDGs 何も知らないはちょっと問題ありますからね。なので、特に中小企業の社長さん、もしくは今から起業されようとしてらっしゃる方ですね、まあ、この SDGs というのをきちんとご覧になってですね、ご自身が社会に寄与できるのはどれなのかというのをきちんと心の中にですね、意識しておいた方がいいと思います。面接で学生さんに SDGs について何取り組まれてますかとか聞かれる日が多分近く来ると思いますから、まあ、そういうことで、まあ、どちらかというと今回は会社を受けされている方、これから起業される方向けの話をさせていただきました。今回はこんなもので。
さよなら。